辛坊治郎サンデーキッス、7時台はゲストをお招きして様々なお話を伺ってまいります。今週は動物の体の構造や進化を人で表すとこうなるという本を書かれた古生物研究家の川崎聡さんです。こんばんは。あ、こんばんは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、変わった本ですねこれ。はい、そうですね、はい、亀の甲羅はあばら骨っていうタイトルの本ですけどね、人体で表す動物図鑑。はい、このね、表紙のイラストがすげーインパクトあんだよね。さ、なんでこんなにインパクトがあるんだろうとずーっと考えてて、中もざーっと読ませていただいて、よく分かったんですが、全身を守るっていうね、仮面の甲羅っていうのは人間でいうや胸骨肋骨みたいなもんだと、ね、それでずーっと羽ばたく筋肉の支えっていうんで、あの鳥が羽ばたくんで胸の筋肉がすごい発達してるっていうイラストがあるんですよ。これみんな共通しててですね、何かすっげえ心の中に引っかかったんですよ。なんでこんなにものすごいインパクトがあるんだろうとずっと考えてて分かりました。これってね、陰嚢ですって。ああ、それ結構言われるんですけど、亀の方ですよね。ああ、やっぱり言われる。よく言われます、それ。これ、まんま、あれ反応してねえの。あれ反応してないぞ。あれ全然反応してないぞ。どう思います作者としては。いや、そのつもりで書いたつもりはなかったんですけど、やっぱりそういう指摘多いですか。そういう指摘がすごい多いんですよ。すごい多いんだ、やっぱり。はい、やっぱりじゃあ俺と同じように考えてる人いるんだな、結構。はい、これがね、まんま陰嚢なんですよ。人間が陰嚢の中に入ってる雰囲気です。何をラジオで。おっちゃんが笑ってるみたいに。いや、これは画期的な本ですね、これね。画期的言えば画期的ですけどね。めっちゃ画期的ですよね。はい、川崎さんは1973年生まれ。はい、今年おいくつですか。46ですね。はい、46、はい、あの一応大阪府生まれの古生物をこよなく愛する古生物研究家ということになってますけども、本業何してる人なんて、これ別に聞いたからといって答える必要ありませんよ。あの言いたくなきゃ言いたくないっていうか、別にこれね、本のプロフィールには大阪府生まれ古生物、恐竜動物をこよなく愛する古生物研究家としか書いてないんですよ。つまり本業が何かがわからないんですけど、これあえてぼかしてるのか言いたくないのか。いや、言いたくないっていうことはないですけど、あの古生物研究家ってあるじゃないですか、はい、って思ったら、あの学者とか、はいはい、それ研究してる人って思うじゃないですか。早い話、僕作家なんですよ。古生物をテーマにした古生物をテーマにした作家、まあ、ほとんどもう書くのは古生物のイラスト。あ、イラストレーターなんだ。イラストレーターです。もう早い話。早い話、イラストレーターなんだ。なるほど。ほとんどイラストレーターの仕事でやってますね。あの生物全般書くイラストレーター。あと図鑑とか。いつからやってるんですか。何歳ぐらいですか。どれぐらいでしょう、ね。ものすごい興味あるんです。どういうプロフィールの人なのか。何してきはった人なのか。つまり本むちゃくちゃ面白いんですよ、本むちゃくちゃ面白いんだけど、こういう本で41で書くに至るまでの人生が知りたい。人生、はい、まあ最初はもう趣味っていうか、あの、まあ、そういうのが結構好きで。いつぐらいからですか。小学校ぐらいから。あのね、20年ぐらい前ですかね。あのなんかある日目覚めたんですか。一時あのジュラシックパークとかあったじゃん。1990映画のですか。映画。あ、映画のジュラシックパークの一作目。一作目と、あと NHK の、あの生命40。ああ、わかる。あの三葉虫のでかいやつみたいなやつがみんな泳いでるやつ、ね。泳いでるやつ。あれとか結構その時期結構そういうのが古生物っていうか熱くて、恐竜も古生物。いや、でもそれ今の年齢から逆算すると、もう20歳超えてたでしょ。20歳超えてました。大学卒業して。いや、それは普通の社会人の。いや、僕高卒ですけど、あの、まあ、普通に働いてて普通の会社員やったんですけど、普通に会社員やったのに、ある日突然古生物に目覚めたんですか。例えばこういうのね、やる人ってほら、子供の時から小学校の頃から、むっちゃこういうの好きでっていう人いるじゃないですか、突然ジュラシックパーク見て目覚めた。いや、ジュラシックパークで目覚めたかどうか、ちょっとわかんないですけど、まあ、その時に結構流行ってて、前からまあそういうのは好きだったんですけど、あの科学ものっていうのは、いつ子供の時から。子供の時からね。で、そ
その中から古生物は、まあ、それぐらいの時ですよね。古生物にちょっと集中しだしたの。子供の時はどんな科学が好きだったんですか？あのなんかね、よく宇宙開発とか、あ宇宙ですか、火星のテラフォーミングとか、なんかテラフォーミング、あの火星を地球化するとか、ああいうテーマのが結構好きで、あの子供の子から多岐に渡りますね、うん、興味の範囲が。だから今まではまあ結構多岐やったんですけど、うん、まあ、そういうのが結構好きで、うん、でまあ20年ぐらい前にでは古生物にちょっと集中しだしたっていうか、それからじゃあハマり込んだって感じですか？そっからハマり込んで、うん、まあ、最初は別に仕事としてやってないんですけど、うん、なんかもうホームページ作って図鑑みたいなの作ったりとかやってるうちに、だんだんそしたらむっちゃウケた、ウケたっていうか、まあ、ウケたんですかね。なんすかその一番最初に爆発的にこれウケたっていうか、これむっちゃ世間に注目されたって、なんか一枚のイラストみたいなやつあるでしょきっと。もう15年とかそんぐらい前ですからね。何でウケたんですかね。でもウェブページが結構人気はあったんですよ。うね、そのもう古生物ばっかり集めた、無料で誰でも見られるやつ無料で誰でも見られるやつです、ね、ええ、あれアクセス数とかカウントとかしてました？でその時アクセス数が、まあ、そこそこは。どんなもんですか？どんなもんですかねちょっと分かんないですけど、まあどんなもんですけど、ね、結構覚えてないですけど、もう1日5000とかそれぐらいのアクセスはあったと思うんですよ。1日5000、ええ、すごいですね。そんなに皆さん古生物に興味が、うん、まだブログとかも100日で50万ない時期、ええ、ああ、そうですね、20年前だったらそんなもんないですね、うん、ブログとかない時期ない、ない、あんまギリギリあったかな。個人の20年前、2000年ですか。僕初めてホームページ作ったの1995年なんですよ。あ、早いですね。早いでしょ、うん、1995年に、ええ、ちょっとあんまりいい話でもないからな、阪神大震災で神戸の大映が被災したんですよ、ええ、で神戸の大映で展示されていた Windows 3.1 のコンピューターがあったんですが、ええ、それがもうハードディスクがぶっ飛んで売り物にならなくなったやつを、大阪の京橋の大映で格安で出てたんですよ、修理したやつが。でそれを初めて買ったのが、僕が初めてコンピューター買ったのがそれで、1995年に震災の被災品を買ったんですよ。それで買ってデスクトップの大きいやつだったんですけど、それでホームページ作ったのが95年に、当時 IBM のホームページビルダーっていうソフトが売り出されてて、それ作って自分のホームページ作って、それで隠しボタンとかこう埋め込んでですね、隠しボタンを押すとうちのかみさんの写真が出るみたいな。どういういたずら。カウンターつけてなかったんで何回アクセスされたか分かんないんですけど、1年やってるうちにこれはあまりにも無防備じゃねえかということに気がついて、1年ぐらいで閉鎖しましたけどね。あ、そうです、はい、もうちょっと後ぐらいですね。でも2000年だったらだいぶコンピューターはそうですね、パソコン普及し始めてますね。初めては2001年ぐらいですね。ああ、だから Windows 95は95年に出て、僕は Windows 3.1 で始めて、直後にOS が95が出て、2000年の初頭ぐらいだったら95、その次ぐらいかもしれないですね、ああそうですか、それでホームページ、いやこれがねすごいのよ、このイラストがね、亀の甲羅あばら骨ってね、だから表紙のイラストがね、陰嚢の中に人間が通ってる何よこれインパクトあるわ。俺、まあ、衝撃受けたのはね、これダーッと見ててね、まあ、全部一枚一枚のイラストはみんな衝撃的なんだけど、一番がですね、うん、私は特殊なものにこだわっちゃってですね、袋を、人間が袋になったらって首が半分にぐるっと回ってるやつか、すげえインパクトがあって、袋って180度回るんでしたっけ、270度ですかね、270度、ぐるんとほとんど一周するよね、あれ、あのまっすぐ見るじゃないですか、はい、ほんで右に270度、だからこう前、ね、右、後ろ、左まで、まあ、動かないのは4分の1だけですよね、それ以外ずっと270度ってこと、うん、いや、だからね、それ無駄じゃないの、だって180度回ったら後ろまで見えるわけだから、右見て左見たら後ろが見えるのにさ、270度でほとんど360度近くもう一遍戻ってくる必要ないじゃん、うん、あ、まあそうですけどね僕に言われても確かにどういう理由があってそんなに首がぐるぐる回るんですか、うん、はい、まあ、これでもフクロウだけじゃないと思うんですけど、はい、他にもいるんですかそういう動物は。鳥は大体回るんちゃいますかね、首の骨の数が多いんで。
数が多いんだ。あの柔軟性、首だけしか柔軟性高いんですよ鳥は、あの眼球が動かないんで、あ、目玉が一方向にしか向かないから、そうそうそう、その分首を動かすってこと、眼球にも骨があって、あの固定されてるんですよ目が、はい、だから人間みたいにこう横目したりとかできないんですよ。だから、だから首だけをこう動かすみたいな。あ、それ聞いたことある。あの鳩がさ、鳩って知ってます、あの、うん、まあ、知ってますってね、生物学者鳩知ってます、みんな僕の知ってる鳩はね、うん、あの沖縄基地問題とかで、あ、最低でも県外とか言った鳩の人がいるんですけど、鳩の人がですね、鳩の真似するときに首を前後にして、うん、ポポポポって言って、総理大臣時代に、うん、あの舞台の上を右往左往するという衝撃映像があったんですが、あとはなんで首を前後に動かすかっていうと、あれ目ん玉動かないから周りの景色がこう変化していくときに首を振ってあの景色に合わせてるっていう、だから自転車の前に鳩くくりつけてっていうか乗っけて自転車走らすと、鳩って自然に首を前に振ってなんか周り見てくみたいなのがどっかにあって、遠近をこの首でやるってわけですか。遠近っていうかね、だから左右の風景がこう経過していくのを、なんかそれでなんか調節しながら、だから鳩首を前後にあの振るのは実は目ん玉動かないからだっていう話があって、そっかいなと思ったことが昔あったんですけど、全速力で自転車走らすと、じゃあもうすごい速さでキツツキみたいに、ね、動かさないといけないですね。その一方、まあ、知ってはいたけど改めて、あのキリンの首の骨の数は一緒なんですね。あ、そうですね、あの7つ。あ、哺乳類だから。哺乳類は、哺乳類はもう基本的に7つ。まあ、例外はあるんですけど、怠け者とかは、まあ、8つ、9つあるんですけど、あとはもうみんな7つ決まってるんですよ。へ、だからキリンってあんなに首長くても骨の数は一緒。ええ、そう。一個一個の骨がこう長くなってるっていう。あ、はい、じゃあ、あの妖怪で出てくる66首なんかどうですかね。よ、あれはまあぐにゃ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 曲がってるか、結構首の骨の数は多い。鳥っぽいやつ。鳥と一緒ですね。鳥と一緒ですか。ロクロクフィルの年だったら、これがまたインパクトあるんだよね、イラストが。うん、なんだろうね、このインパクトは。なんか人間の顔がついてるからかな。これ顔がなかったら、そうだな、うん、肌色とか、肌とか、人間の肌がちょっと気持ち悪いかなと、いやでも思ったりもするんですけど、うん、これ確かに毛とか生えてたら違う、全然印象違うかもしれないですね、うん、もうほとんどね、哺乳類で確かにこうやって見たら人間ってこう毛の生えてる部分が非常に少なくてって、こんな生命体はあんまりいないですか。なんかみんななんか生えてたりなんかします。ツルンツルンっています。あ、います。裸でバネズミ。そうです、そうです、ピンポン、毛ないですよね、ほとんど。知ってます、裸デバネズミ。知ってる。あ、でもモグラもないぞ。だけどモグラは入ってますよ。モグラ入ってんの。あ、ビロードみたいな毛が。あ、ビロードみたいな毛が、うん、密集して入ってますけど。そうなんだ。いや、しかし桁の抑えね。失礼ながら、これで食えるんですか。あ、まあ一応、あ、本だけじゃちょっと無理ですけど、うん、あのイラスト結構描いてるんですよ。あ、イラストレーターとしては、だから売れっ子イラストレーターだから、もうかなり描いてますね、あの、うん、図鑑とか。あ、図鑑、あの最近にあのほら、あの残念な生き物ってあるじゃないですか。あらららららら、すごい売れてるやつ、はいはい、あれの類の本が結構出て、はい、ほんでまあそれ僕もその生物のイラストを描くんで、結構仕事が来るんです、その影響で。へえ、失礼ながらね、ごめんなさい、人生に戻りますけど、人生に戻りますよね、要するに今、あの高校卒業して普通に働き始めたわけでしょ、最初何してあったんですか。最初ですか、はい、全然あれ関係ないんですけど、あの式メーカー、あの箱とか作れる、まあ、紙の器、紙の器です。あの、はいはい、紙の器で式メーカーで、あの結構あのなんかあれを作ってたんですよ。あの、なんて箱の展開図みたいなキャラ作ったりとか。え、ほら、ま、あれじゃないですか。全くの素人さんじゃなかったんじゃないですか。つまり、やっぱりそっち系だったんでしょ。美術系。何なんですか。あ、そ、まあ、まあ、デザインとか、まあ、美術系って言ったら、まあ、そうですけどね。うん。あ、もともとやっぱりイラストの人なんだ。いや、そうでもないですよ。はい。ええ。
そうでもないです。そうでもない、うん、そうでもない。それはもうデザインとイラスト全然関係ないんで、まあまあまあ紙関係っていうか、紙の展開図で、うん、展開図で展開図、箱の展開図ですね。箱の展開図、あと文字とか入るじゃないですか、はいはい、あれ組んだりとピザの箱とか、うん、ピザの箱でもそうですね。あの、はあ、そんな仕事があるんや。あ、ありますね。もう、これそれやめて、これイラスト一本化になったのはいつ頃なんですか。一本化始めたのは2010年からですから。割と最近ですね、10年前ですね。10年ぐらい前ですよね。それまでは、はい、あの、まあ、兼業というか、うん、兼業で兼業な感じで、兼業な感じで、ええ、うん、それでもうイラスト一本化で行くんだっていう時に会社辞めはったんですか。そう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 、はい。それ結構勇気いりません。あ、まあ、あんまり考えてないですけど、そんな。なんかきっかけとかあったんですか。きっかけいうか、もうだんだんもういけるなっていう、徐々にいけるなっていう。あ、収入が逆転していって、うん、逆で、そうそう、逆転したんですよ。うん、あ、なるほど。うん、あ、もうこれ全然いけるなと思って。あ、全然いけるなと思って行ってみたらやっぱりいけたってやつですね。今のとこ行きます。よかったですね。すごい好きなことやってね、毎日好きなイラストがいて。確かに。はい。いや、変なんですよ、一枚一枚が。なんかものすごい違和感あるんですよ。はい、すっげえ違和感あるんだよ、これ。なんか、いっぱいこの集まってる絵を見ると、うん、妖怪っぽい。あなって思いました。はい。人間がこの動物になったら、なんか、それこそキリンとか本当にろくろ首みたいだなって。ああ、はい。はい。すごい。面白い。ではここで一曲お聴きいただきましょうかね。はい、キスネーム田舎者さんからで、松田聖子、大切なあなた。今日のゲストは、亀の甲羅はあばら骨の著者で、古生物研究家の川崎聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にね、はい、インパクトのあるイラストが満載の本なんですけども、はい、これラジオで喋っててね、まあ、あのイメージ膨らませていただければそれでもいいんですけれども、でもちょっと見てみたいなという方は、あの YouTube の辛抱の旅を、見ていただくと、途中ところどころイラスト入ってたりなんかしました。キャン玉袋それこれ亀なんですけど、これ亀の甲羅っていうのは、これの本を読むと何ですか、人間でいうところの肋骨なんですか、これは。あ、そう、あばら骨なんですか。あばら骨、いや、あばら骨っていうのは体のこう前とか内側にあるじゃないですか。でも亀は背中の方にありますよね。あれどういうこう、はい、構造というか、発生学的にっていうか、発達してきてどうして背中に回ったんですかね。どういうことなんですか。あ、これあの、なんていう、背骨から伸びる、まあ、肋骨、背骨から伸びてるじゃないですか。はい、背骨から伸びてますね。背中側と、あと、あの胸の方は肋軟骨なんですね。はあ、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 肋軟骨、あのレントゲンで映らないですね、はい、人間の、はい、肋軟骨があの腹側の甲羅で、あと胸骨ある、肋軟骨と、はい、胸骨。ということは、あの亀の甲羅っていうのは、人間でいうとこの背骨から左右に出てる、うん、あの肋骨ですね。あそこの部分が大きくなった感じですか。大きくなった感じですね。板のように広がったっていうか、面になった感じですね。そう、それがあの背中側の甲羅ですね。なるほどね。ただでも確かにあれは便利ですよね。もし人間もそうやってたら、あの何かほら硬いもんですから、襲われた時にほら、あの刃物取らないとかあるじゃないですか。ああ、まあそうですね。まあ、どうなんでしょうね、でもね。歩きにくいですかね。あ、歩きにくい、動きづらいかなとか思うんですけど。ああ、ガチガチに固めると。何でも一応一旦ありますよね。カメの甲羅ってどのぐらい硬いものなんですかね、あれ。どれぐらい硬い、はい、うん、どれぐらい硬いですか。いや、だから例えば刃物通るとか通らへんとかって。まあ、誰もそんなもん刺したことないかもしれないけどな。髪の頃いいです、あの別に答えてくれなくてもいいです。歯ぐらいの硬さですかね。歯ぐらいだけですから。そういう意味だと言われる。
確かに硬さ難しいな。ワニ人間の作り方、このワニ人間の顔の写真やイラストがすっげえインパクトあんだよこれ、うん、あれですか、俺昔なんかの本で読んだことあるんだけど、ワニに襲われた時には、うん、あのワニの口を上からクッとこうあの歯がいじめにしたら、ええ、ワニのあは噛む方の力強いけど開ける方の力が弱いから、ええ、ギュッと押さえたら大丈夫っていうのを聞いたことあるんですけど、本当ですか？いや本当らしいです、うん、あの開く力が全然ないっていう。ということはワニに襲われかけたら、うん、こ先に抱きついちゃったら弱いですね。でもまあ大丈夫だと思うんですけどね。なんか武井壮さんみたいな発想でこう戦うことを想定に。本当に大丈夫かどうかちょっと川崎さんにやってもらうんですよ。食われちまったらしょうがねえな、食われちまったよっていう実験台いうのでどうでしょうか。すごいですね、こんだけいろんな動物出てます、出てますけど、川崎さん一番好きな動物なんですか？一番好きな動物ですか、ええ、ああ僕はまあ、強いて言うならば馬かなと。馬、ね、なんで人間の手と馬の足って結構その骨の構造というかすごい対照的なところが、うん、例えばどんなところが、例えばあの馬のあ足の骨って指が1本だけなんですよ。ひずめで、あのグーテイ目とかキテイ目とかってありますけど、うんうん、同じ哺乳類であの手のものでも、うん、あの爪、ひずめが一つのやつと二つのやつがあって、例えば狂牛病じゃねえや、口蹄疫だ、口蹄疫っていう病気が、うん、あの家畜の伝染病であるじゃないですか、はい、あれはグーテイ目しかかからないですよ確かなんかね。あ、僕それちょっと知らないですけど、ごめんなさい。すいません、ごめんなさいね。あの、どうでもいいような、ちょっと。あの、ひずめが一つか二つか、うん、あの牛って先がひずめ二つに割れてますよね。うん、牛ってひずめが一つなんですよ。だからこれ、偶天目、奇天目っていう。牛が二つで馬が一つ。あ、そうそう、ごめんなさい。馬が一つで牛が二つ。それで、それによってかかる病気が違ったりなんかするんで、だからそれで微妙にだからいろいろ、だから生物の特性としても違うって話があと、どうでもいいですけど、馬なんですね。馬はひずめが一つですね。一つあれは何ですか、指が一個ってことですか？指が一個、中指なんですか？中指がもう一個、あとはなくなってる。もともと5本あったところが発達したってことですか？中指だけ。もともと馬の祖先はあの4、3本あったんですけど、あ、まあ、もっと遡れば5本あったと思うんですけど、はい、あのそれが、まあ、どんどんな一個一個なくなっていって、で中指だけ太くしたという。ほら、小指とか親指の残りカスみたいなやつもないんですか？どっかにあるんですか？ありますよ、だから中指ですから、その周り、人差し指と薬指、全部ある、うん、あの図には書いてあるんですけど、ちょっと待ってね、小さく残ってるんですか？小さく残ってます。へぇ、うん、どんな形、爪っぽい感じで残って、どういう感じで残ってるんですか？細い棒みたいな感じで。はぁ、うん、よく見たら目で見えるんですか？あの骨だけにすれば見える。骨だけにすれば外側からは見えない、うん、外側からも見えます。中指だけ発達させたのはなぜなんですか？もうあの馬ってこう走るだけじゃないですか、こうあの前足も後ろ足も、はい、足早い方がいいですよね、うん、足早い方がいいですよね、うん、で走る、地面蹴るだけやから使うのは、うん、あの指5本もいらないじゃないですか。あ、まあ、バランス取るのにあったらいいかなぐらい、うんうん、あ、これ読み飛ばしてた馬のところ、今改めて馬のページを読んでびっくり仰天。馬の前足の俺らが膝だと思ってるところがあるじゃないですか、はい、分かりますか、はいはい、あの膝だと思ってるところが実は手首なんですね。あ、そうです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 。その結構手首、手長っ、じゃあすんごいあの足首が下っていうか、もう足裏がすごい長いですよ、うん、あそこがギューッと伸びてるんですよ。あ、なんか犬とかも確かそう、犬もですよね。そうです、そうです。だからあの犬はもうずっとつま先立ち、かかと上げた状態なんですけどね。だから前足だから人間でいうと手に例えると膝じゃなくて肘ですよね、ええ、肘に相当するのがね、
まあ俺らの感覚でいうところの馬の付け根のところが肘なんですね、これね。ええー、そうです。あ、そうです。胴体の付け根あたりに肘があるんですけど。長っ、うんへえ、なんかね、うん、ちょっとなんかゆるキャラみたいな。こっから手首がギューッと伸びてるって感じですね。手首が。ああ、手首が長い。ギューッと、それも一本指で。一本指で。ええ、手首が一本指でビューッと伸びる。伸びる感じですね。そうなると私たちも速くなるんですか？多分速くなると思います。はい、ああ、四本足で歩くときに。いや足例えばね。足か。足首からギュッと中指だけビューッと長くなったら。確かになんかこれ今言葉で言ってると想像するのがすごく難しいんですけど、そうなったらこの絵が。うん。面白いですね。結構こう足首をこう肘って漢字が一緒が結構多くて、それをあの人体で表したら分かるんじゃないかって。あ、確かに言葉で説明するよりなんか絵で見せた方が、はい、絵で見たら分かりやすい。本当だ、あの指があって爪が一つだけついてて、で付け根の方が肘ですね。肘になってる。首からグーンと伸びてる絵が本当に絵の通り。ね、ああ、だから人体で合わせたら結構その誤解解けるんじゃないかっていうのが始めたきっかけなんです。あ、分かりやすいですね。人に例えるとね。なるほど、うん。ちょっと気持ち悪さは気持ち悪いんですけど、結構気持ち悪いっていうのはよく言われるんですけど、分かりやすいっていうのはみんな結構言ってくれて、結構気持ち悪いけど分かりやすいっていうのはよく。へえ、馬のそういう足の周りが好きなんですか？そういう進化の過程が、うん、で人間と結構対照できるじゃないですか。あの馬もなんかシンプルに地面を蹴るだけの足で、人間は結構この手でいろんな蛇口ひねったりとか、ペン、大箸持ったりとか、なんかいろいろ使うじゃないですか。で結構指は多い方がいいですし、柔軟性が結構あるんですよ。で馬の場合はもうその柔軟性を捨てて、もう他の指をなくして軽量化して、ね、頑丈にしたっていう。でこう対照的で一番分かりやすいっていうか、馬と他の動物との違いっていうか。川崎さん、古生物研究家ってことですけど、もともとイラストレーターから始まって、どうやって研究をしていったんですか？絵からどのように入っていったんですか？あのだから研究家っていうのは全然嘘で嘘嘘っていうかかっこよく見せるためイラストレーターと、まあまあ本も描きますんで、それに、まあ、延長でそれで、まあ、作家として活動してるのにしてたんですけど、誰かが研究家っていう肩書きをつけられたっていうか、つけたっていうだけの話なんですけど、どうやって調べてるんですか？その動物の生態であったりとか。いや、もう本当にもう一般書ですよ。一般書とか、ネットでもそうですし。すごいんだぞ、カバは。人間の口って30度しか開かないんだけど、カバは150度も開くんだぞ。150。すごいね、これ。ヒポポタマス。150度。カバって何食ってるんですかね。カバ、植物。たまになんか草食、動物食とかも動物の食べるとか、植物だけなの？こんなに口開く必要ないんじゃないの？牙も鋭いですよね、結構カバ凶暴ですよね。凶暴ですよね。アフリカで食べました、私。カバに襲われて死んだ人とかいるんですよ。なんか多いらしいですね。ライオンよりも猛獣とか。どうせたら俺ライオンに食われて死にたいな、カバに食われて死にたくないから私泊まってたアフリカのホテルで、カバが上がってきて自ら、っていう事件がありました。それ考えると恐ろしいですね。ね、食べられてたかもしれない。食べられた。そんな笑いながら言わないでよ。だって上がってきたんでしょ。そうだけど。へえ。ごめんなさい、なんかすいませんね。カバとクジラとイルカと祖先が一緒なんだ。ええ、そうですね。はい。クジラに一番近い陸上の動物はカバなんだ。あ、そうです。カバが一番近いって。クジラが水陸両用になったような感じってことですか？クジラが、まあ、そう、海の方に行っちゃったっていうか。あ、クジラ、クジラ海の方に。クジラ、うん。海から来たんじゃなくて、陸から海に行った感じ。陸から、もともとは陸の。グーテールって書いてあるね。もともとは牛の仲間だったの。牛の仲間ね。グーテール。牛の仲間だったやつが、
まあ、海にいてクジラになり、クジラになる。へえ。で一番違いのは、まあ、カバなんですよ。あの、ええ、そカバも、うん、あのグーテールですから。しかし生き物は面白いねこれ ね、 ね、 ねまだまだ知らないことだらけ。いや川崎さんすごいよこの本。そうです。だって表紙からほら犬の中に人間が入ってる。ちょっともうこのラジオで下ネタを言わない。ねえ、びっくりしたの俺。インパクトがすごい。本当だよね、すごいねこれ。みんな思ってるんですかねそれ。どうなんでしょうね。いやこれ表紙見た人は大体思うと思うよ。大体思いますかね。そのつもりはなかったんですけど。そのつもりなかったんだ。うん、そのつもりあったら書けないでしょ。逆にね。並べるところも考えないとですよ。アダルト雑誌とかあっちの方に、うん、そうですか。そろそろお時間ですけれども、あの何か告知すること PR などございますでしょうか。ああ、そう。あ、神のコーラのアワラボレ、あ考えてきてないごめんなさい。そうですね、去年の12月15日に初版が出たばっかりで、ええ、ソフトバンクですかこれ。はい、ソフトバンククリエイティブっていうあの新書なんですけど、あのビジュアル新書って、まあ、ビジュアルで見せる新書っていうか。なるほど、なるほど、ええ、なるほど。1000円プラス消費税、ええ、これはすごいわ。これなんかね、いろいろこうなんか落ち込んだ時に見るとね、あそういう本、友達は深いなとかね、うん、そういろんなことを考えられるよねこれ。素晴らしい、ありがとうございました。今日のゲストは川崎聡さんでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。うん、怠け者がいいかな。うん、怠け者人間。リクエストは静岡県のキッスネーム農家の角蔵さんからで、西脇由衣、彼女になりたかった日でした。メッセージが来ています。ありがとうございます。ありがとうございます。辛坊さん、ジュリアさん、恵美子さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。おとといはバレンタインデーですね。皆さんのバレンタインデーにちなんだ思い出をお聞かせください。ちなみに私には中学生の長女がおります。その娘が焼くガトーショコラが、すいません、とても美味しいのですが、微妙にガクッて、すいません、ガクッとさせちゃいました。ガトーショコラがとても美味しいのですが、今喧嘩をしています。さて、味わえるかな。あー、娘のチョコね。ね。辛坊さん、娘さんからいただくことは、なんかくれてたような気はするけどな、まじなんか記憶はないな。それかバレンタインデーか。うちの娘天才だなと思ったのが、今でも俺の机の前に置いたんだけどね、はいはい、確か幼稚園5歳ぐらいだと思うんだけど、うん、紙粘土でピンクのハートを作って、うん、ピンクのハートの左右に男性と女性の顔を紙粘土でやっぱり作って、それをこう貼り付けてそれに着色してあって、うん、今見てもすっごくよくできてんな。どうけどどう考えても時期から見てうちの娘が小学校から前に作ったやつなんだよね。俺その時うちの娘ね、うん、1歳半で京都市動物園に連れてったんですよ、はい、そう1歳半でうちの娘はですね、あの動物の名前が全部言えたの。それでこの子は本当に天才じゃないかと思ったんだけど、大人になったら普通になっちゃったの。どこで変わったんだろう。子供の時天才って当てになんないな。それがね、やっぱ女の子はあの喋りが早くて、うん、うちの上の長男は3歳になっても、うん、でうち長女の下が長男なんですよ、はい、で女の子は1歳半でとにかく京都市動物園連れてったら全部の動物の名前が言えたぐらいだったのに、下の、はい、次に生まれた長男は3歳になっても一言も喋らないんだよ。これでさ、こいつもしかしたら耳聞こえてねえんじゃねえかって言ってお医者さんのとこ連れてって、うん、どう耳聞こえてるんですかねって言ったら、お医者さんがいろいろ検査してくれて、大丈夫ですよ、普通に聞こえてますよって。じゃあどうして喋らないんでしょう。さあそれは分かりませんね。で4歳ぐらいになってやっと喋り始めた、うん、あ普通に喋れるわっていう、っていうの親は非常に何でも心配するんですよ。上がよく喋るとこう子供喋らないから、いいですよね。やっぱそれ女の子と男の子の違いだと思う。女の子の方が圧倒的に発達早いよね。うん、うん、だけどまあどっかで追いつくか追い抜くかなんかするたしたりされたりされてなかったりなんかよくわかんないけどさ。うん、だけど
まああれですね、男の子と女の子とかって同じ家庭に生まれて、の少なくともお互いに浮気してなければ、あの遺伝子はあの同じところから来てるはずなのに、子供3人いてみんな見事に個性違うもんね。こんなにバラバラなのかって、面白いな人間はとつくづく思うよね。バレンタインの思い出ね。バレンタインの思い出はですね、読売テレビに入った頃にちょっとバレンタインなんていう制度がっていうか、そういう社会慣習ができてるのは80年代以降だと思いますよ。だから俺らが小学校中学校の頃なんかそんなもんなかったんだよね。やっぱ大学ぐらいからぼちぼち出始めて80年代ぐらいに定着したかな。でその80年代の頃に俺ズームイン朝っていう全国ネットの番組を大阪発でやってたんで、はい、当時はさすがに全国ネットの力で、なおかつズームイン朝っていう番組は関西での視聴率はもうまあさっぱりだったんだけど、関東東北が異様に視聴率の高い番組だったんで、とにかくものすごい勢いでバレンタインにチョコレートがやってきて、それこそジャニーズの方が軽トラックいっぱい何杯分とかって言うじゃないですか。さすがにそこまではいかないけれども、ロッカーで、社員に当時与えられてたのは縦30センチ横が90センチぐらいで奥行きが30センチ40センチぐらいのロッカーあるじゃないですか。それが3段積みになって、フロアの隅にこう重ねてあるみたいなやつがありますよね。縦が30センチ幅が90センチ、1メーター10センチぐらいですね、で奥行きが30センチ40センチっていう横にこう広いやつ、横に広いロッカー、その横に広いロッカーが1個丸ごとチョコレートでいっぱいになった。すごい。それは見てくださってる視聴者の方から、もう朝のズーム朝の視聴者の方ですね。当時選ばったのは全員にお礼状書いた。すごい。それはなんかちょっと今から考えたら暇だったんだよな。下心はなかったですか。昨日の ABC の番組には、その時に下心なんかないっすよ多分。その視聴者の方に送った手紙を保存しててくれてる人たち、人からメッセージが来て、写真入りで、あ見たら、あ確かに俺当時こうやって送ってたな礼状っていう。律儀ですね。今もうさっぱりそんなこともしなくなりましたし、さすがにそうそう来なくなりましたしね。で今もう何年か前から読売テレビは私宛ての小包は全部送り返してるらしいです。っていうか、まあ、こっちからお願いしたんですけどね、ある時ね、ある時ですね、嫌がらせの一つとしてですね、今タイヤの空気が抜ける話のかなり前だから、多分違う犯人の人たちだと思うんですが、通信販売の商品をですね次々局宛て着払いで送ってくるっていう、着払いっていう事件が5、6年前に起きた時に、申し訳ないけれども、なんか私が言ったんじゃないと思うんだけど、まあ局の総務かなんかが、要するに私宛ての小包は一切受け取らずにお返しするということをルールを決めたみたい。だからそれ以来俺のところには小包が来なくなっちゃったの。だから必要な小包も来なくなった。だけどもとにかく俺宛ての小包は局宛には一切送ってはいけないっていうことをルール、局内でルール化したらしい。まあ当時も俺も社員じゃないから、まあそういうルール化してもそれはその局の勝手だからそれやめてくれとも言えないし、まあ別にそれはそれでいいかと思って、嫌がらせもあったんでね、その着払いの通販っていう事件もあったんで、だからそれ以来はもう小包っていうか手紙の封書の薄いもの以外は俺のところに届かないことにシステム的になっちゃってるから、今もうバレンタインのチョコもなんもないんですけど、でもその80年代すごかったですよ。すごかったですよ。モテの指標ですよね、チョコレートどれだけもらえるかって、ね、その中にいくつか本命もあったでしょうし、いやそれはもうテレビご覧の皆さんだから本命なんかないですよ、全部ギリチョコっていうか、じゃあ送ってくださる気持ちとしては本命かもしれませんけど、接点がないですからお会いすることもないですし、まあまあ、はい、そんなことがありましたけどね。あとは今はあれですね、毎年うちの配偶者が、ゴディバの一番でっかいやつを買ってきますよね。嫌がらせのように一番でっかいやつ買ってきて食べきれない。でいつの間にかなくなってるんですよ。あ、いつの間にかなくなってる。自分のために買ってきてないかこれっていう形だけ渡しといて、食べたら怒るんだよ、食べたでしょとか言って、いや俺もらったんじゃないこれそういう会話が毎年のように繰り広げられるということが近年あります。ではそろそろニュース解説後半の方に移りましょうかね。ニュース解説後半ですか。はい、わかりました。なんかこうジングルとかなんか入らないの。このままです。このままです。このままか、はい、ですから。コロナウイルスですね、はい、ただもう本当に秒単位で局面が変わってきますから、まあ今週
局面フェーズが明らかに変わったらもう前々からそうだよって言ってたんですけども、全然たどれない、中国との関係もわからない、うん、新たな感染者がどっかで散発的に出ますよって、うん、そこからフェーズが変わりますよっていうのが今週ついに今週というか先週というか、うん数日前に、まあ、その局面に入っちゃったかな、はいはい、これからもう日本国中 で、うん、で今までは検査してなかったから、うん、で 37.5 度以上の熱があって中国との関係があってあるいは中国との関係のある人との濃厚接触者みたいな条件に合致しないと遺伝子検査ってウイルスの遺伝子検査やってくれなかったんで、うん、だから日本国中って大体そもそもね肺炎って多発してるんですよ、うん、どのぐらい多発してるかというと日本人の死因の毎年、まあ、ワースト5の中には必ず高齢者の死因っていうと、うん脳卒中、がん、心筋梗塞っていうね脳系か心臓系かあるいはがんかっていうのが定番で皆さん知ってる話ですけども、はい、それに加えて実は肺炎っていうのがすごくだから肺炎球菌ワクチンっていうのは65歳になると、行政の補助があって打ってくれるっていうぐらいで、うん、冬になるともう肺炎なんかあちこちで多発して、うん、高齢者の死因の、あの肺部の中に入って5位の中に入ってるぐらい数が多いんですよだから通常の肺炎はまあ、担ぎ込まれたらどうするかっていうと呼吸管理をしながら菌ですから大体は菌ですから抗菌剤、まあ、抗生物質ってやつですね抗生物質を投与すると菌が死んでいきますからそれで回復すると、うん、だから今回ウイルスだから抗菌剤が効かないと、うん、で今までの医者の常識で言うとこういうプロセスでこういう治療をしたらこういう治り方するよねっていうのが全然効かずに長引いて治る気配もないとでおかしいっていうんでこれ本来ならばさっきの条件に当てはまると公の費用で遺伝子検査をしてくれるんですウイルスの、うんうん、だけどそうじゃない場合はじゃあそれ PCR 検査するのに1万円かかるとすると、うんまあ、大体5000円から1万円ぐらいらしいんですけど、うん、誰がその金を負担するんだって話になるんですよ、うん、でどうしても患者がやってくれって言って検査所が受け入れてくれて空いてたりなんかすると受け入れてくれ検査してくれる時もあるけれども、うんじゃあ医者が自分の勝手で自分の費用で検査するかというとそうしないわけで、うん、さっきの基準に合致してないと検査すら行われない、うん、たまたま今回何らかの判断が働いてお医者さんの勘みたいなものも含めて検査したらたまたまいくつかそういう例が出てきました、うん、だから日本中で起きている肺炎を全部調べたらおそらくもうこの時点で相当新型コロナウイルスの感染者って日本でも広がってるだろうねっていうことが明らかになって、うん、で今政府が遺伝子検査の基準を緩めようとしてますから、だから今後あっちこっちでものすごい勢いで患者が増えていく可能性が高い、でもこれはもう防げないっていうのは前何回もこの番組でご説明したように、はい、このウイルスというのは発症しなくても人にうつすでなおかつ感染させるリスクが当初2人前後1人からうつる新規感染者って2人前後っていうのが最初言われてたんだけど、うん、最新のデータでいうと5人前後はどうも、そうだね、感染率急に上がりましたよね。じゃあ2人前後っていう科学的根拠は何だったんだって、うん、急に5人前後になってじゃあこの5人前後もどんだけの科学的根拠があるんだって言われりゃ相当怪しいと思うよ、はい、これはもう止められない。インフルよりも脅威ですよね、そのスピードでいうと感染率のというのは。インフルエンザっていうのは一つには、はい、免疫を大体もう過去流行ってるから強い弱いはあるんだけど、うん、なんとなく免疫持ってる人が多いわけですよ、うん、ところがこの新型コロナに関しては免疫持ってる人がゼロだから、うん、感染し始めるとあと収束していくとなるとみんなが感染して、まあ、幸いこれは重症化率がそんなに高くないんで軽い鼻風邪みたいので終わっちゃった人も多くてそれでも免疫は獲得ができるんで、うん、社会の一定割合が免疫持つとそこで急速に収束していきます。で今後の政府がやるべき方向性はもうはっきりしてるのは、うん2つ収束方法としてはもう2つしかないんですよ、うんうん、収束させるためにはもうある程度感染者が増えて、なおかつみんなが免それでみんなが免疫を持つことによって一つ収束していくという方向性と、うん、あとはもしかするとコロナウイルスだから熱と湿度に弱いかもしれないと、うん、でこれから夏場に向けて季節が変わっていくまでなんとか我慢すればそれで収束していく可能性がある2つ、うん、となると何をすればいいかというとじゃあ野放図に感染を拡大させていいかというとこれは避けなきゃいけないのは、うん、これで今いや一遍免疫を獲得したら病気が止まるんだからみんな移りゃいいじゃんっていう考え方をすると何が起きるかというと日本が武漢になっちゃう、うん、武漢で今何が起きてるかというと本当に重症化した人を助けるための医療が崩壊してるから、うん、普通の医療で適切な呼吸管理が行われれば死なずに済む人がどんどん死んでるのね、うん、で日本でも
これみんながパニックを起こしてちょっと5本5本咳が出たぐらいでわーっと感染が広がってった時に軽症の人が大半なのに、その軽症の人まで病院に押しかけるとなると本当の重症の人が病院で診てもらえなくなるんで、そういう意味では今水際作戦あんまり効いてないって言われてます。これをやる意味があるのかって言われてます。でもやる意味はあります。なんでかというと水際作戦をやることによってピークの時期を後ろに遅らせることができるのと、ピークの山を低くすることができるかもしれない、はい、感染の速度が落ちますから、はい、そうすると何がいいかというと、みんながパニックを起こして病院に駆けつけるような事態にならなければ、本当に重症化した人さえ適切に見ていけば、あの死亡率は相当低く抑えられる可能性があるので、水際作戦をできるだけ強化しながら、で個人レベルでできることはやっぱり手洗い等をしっかりやって自分がかからないことっていうんで、感染者の数が少なくて推移していって、じわ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 みんながちょっとずつ感染していくというのが理想形なんです。これが一斉にみんなが感染し始めて感染のピークの山がバーンと高くなっていくと、ぐわっと病院に押しかけていって病院が対応できなくなって重症化した人が死んでしまうということなんで、感染の山を低くすることと感染のピークを後ろに遅らせるという意味では役に立たないねと確かに思われているんだけれども、今のやり方で水際作戦は続けながら個人としては自分がかからないようにするという努力を続けるしかこの病気はもうないと。その努力を続けるということなんですけど、手洗いうがいマスクだけだと多分医療従事者で結構かかってる人いるじゃないですか。だからそれだけでは足りない、いやまあ足りないというかもうそれしかしょうがないので、だけどそれでもやれないよりも やった方がマシなのは、それによって感染が2人感染するところが1人で済むかもしれない。さっき言った理論ですけれども、ピークの山がガーッと高くなるのが恐ろしいわけで、それをみんながやることによってピークの山がちょっと少なくなる、3人感染するところが2人で済む、2人感染するところが1人で済むっていう状況、ゼロにすることはできないけれども、完全に感染を防ぐことなんかできないけれども、山を低くする、で山のピークを後ろに倒していくと、夏が近づいてくると自然にウイルスが下手ってくるっていうこともあるので、まあ、それまで我慢するしかしょうがないですよね。あの太平洋島嶼国が日本からの渡航を今禁止しているところいくつかあるじゃないですか。あるある。これどんどん例えば今ちっちゃい島だからいいけれども、例えばいやもうすでに韓国は、ね、韓国とかそう、大きなところでストップされると、世界的なパニックが起き始めているということはあるね。うん、あもうちょっと世界的にもうちょっとちゃんと死亡率重症化のリスクが当初言われてたほど高くないし、まあ、季節性インフルエンザよりもちょっと死亡率は高いかもしれないけれども、これはもうあの うがい手洗いマスクその他で個人でできることで感染拡大を抑えていくしかないよねって、だけどそんなに怖がらなくてもいいよっていうことにしないと、本気で今から感染拡大を全部抑えるために、人が人に会わないようにしましょう、集会全部禁止とかイベント全部禁止、映画の上映も禁止、昨日のパラサイトなんか俺言った東方シネマズの8時半の回なんかほとんど1000人規模の会場が満席だからね、あんな何人か感染者いたらあっという間に広がる。そうですね、だけどそれはそこでじゃあ映画館を全部閉鎖することの方が必要なことなのか、それでもそこで感染はまあ多少広がっていくんだけれども、そうやってちょっとずつ免疫を広げていく方が得策なのか、本気で全部止めようと思うとイベント全部やめとか会社も閉鎖だとか学校も全部やめろっていうことにしたときに社会的影響の方が大きいんじゃないのっていう、その判断が今正念場ですね。そうですね、はい、でこの後に習さんがいらっしゃるかどうかっていうことも、習近平ですか、はい、習近平主席ですか、はい、やめてよまた俺台湾の空気抜かれるからそっちの話しあいやいやそれ別に関係があると言ってるわけじゃありませんよ私の妄想ですからね。うん。本当苦労するわもう。そっちの話をすると、いろんな弊害が起きると。ね、新しくしたばっかりだから。はい、そろそろお時間となってしまいました。そろそろ、はい、今週もこのあたりでお別れとなります。はい、皆さん手洗いマスクをよろしくお願いします。お願いします。これもトイレ行ったら手洗おうっと。よろしくお願いします。洗ってください。さよなら。さよなら。はい。